私には妻がいた。で、娘も一人いた。キンバリーという娘だ。キンバリー、ああ、キム。キムと呼んでいた。で、妻と私の関係は最後の方は良好ではないと言っても、まあしょうがないようなものだった。その揉めていた内容というのはな、私の仕事のことでだ。私はかなり危ない仕事をしているだろう。大統領の護衛、まあテロ対策ユニットということで、もう働き詰めだ。それで妻からこう言われた。もっと安全な仕事をしてほしい、あともっと家族に時間を割いてほしいと。で、そこでまあ私は仕事を優先したわけだ。それはできない。ああ、断ったのか。できるだけ家族の時間は費やす、ただ仕事を変えることはできない。そこで私と妻との関係はより悪くなってしまった。そこからまあ妻と私の間はどんどん悪くなっていく一方で、離婚協議になった。で、その離婚協議中にだ、私は職場で信頼する一人の女性がいた。もうすべて、もう自分の次に信頼できる人間だった、職場で。基本的にテロ対策ユニットというのは情報がとても大事だ。だから信用は一番重要なものだ。人を簡単に信用してはいけない。でもその女性のことはすごく信頼していた。その女性と私は関係を持った。関係を持ったって何？男女の中だ。浮気？あ、裸？浮気？裸の関係？裸の付き合い？まあそう、茶化すだ。そうだ。仕事仲間からそのような関係にまで発展してしまった。まあ言ってしまえば不倫だ。妻と離婚協議中とはいえど、良くないことだ。で、その妻との関係がこじれ、職場の同僚との関係が発展していた頃に一つ事件が起こったんだ。その事件で私の娘と妻は誘拐された、テロリストに。で、結局まあ話は端折るが、事件は解決し、妻と娘は救出できた。あ、そうなの。まあ私はその事件を解決するために何でもやった。何人も殺したし、一度 CTU を、妻と娘を助けるために裏切った。それでまあ最終的にはテロリストの犯人を捕まえることができ、妻と娘は救出できた。だがな、妻は致命傷を負っていた。助けた頃にはもう息絶える直前だった。なるほど。最後に私にこう残した。キムのことを守ってくれと。それが最後の言葉だった。そしてもう一つ大きな事実がある。その妻に致命傷を与えた、妻を手にかけたテロリストは、私が関係を持っていたその CTU の女性だった。内通者だったんだ。泥沼じゃねえか。あ、そう、内通者、テロリストだったってこと？その人は。テロリストだった。うわ、やば。あろうことか、内通者と私は関係を持ち、そしてその内通者が私の妻を手にかけた。その場ではその女に逃げられた。だが私は必ず復讐してやると誓い、最後はこの腕でその女の頭に引き金を引いて、この戦いに終止符を打った。私にはそういった過去がある。そうなんだ。ああそうだ。まあ全ては言ってないがな、妻がテロリストに殺されたとしか多分みんなは話しても知らないんじゃないか。妻とテロリストはどっちが好きだと。お前はなかなかとんでもない質問するな。どっち派？いや、それは難しい。それはだったら余計難しいな。複雑な感情だ。手にかけるのもむずいな、それは。ああ、でも憎悪と愛情が入り混じったとんでもない感情だった。うわー、マジか。しかもその関係を持った女性としてではなく、信頼していた職場と、ね、職場の仲間としての側面もあった。あ、はい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 。あ、信頼してた仲間。はいはいはい、そうだ、そういう裏切りがあったわけだ。重い話をしてすまないな。
重いなこれは。まあこの話を知ってるのはお前だけだ。あ、これは言わない方がいい。あの浮気したことあるって言ってあるって言ったらもう一気に信頼落ちるからマジで。そこか、女の人、うん、そこなのか。だもうだし、うん、なんかいろいろもうあの突っ込みどころというかもうやばいのが多すぎてな、ちょっとどこから言ったらいいかわからないかな、まあ、うん、これは言えないわちょっと。まあそうだ、言いふらそうかなと思っちゃったけど思えないわ、うん、ああまあ私もお前以外には言うような話でもないな、うん、そうだな。まあ俺が本当に信頼を置いている、ここの職員には当然信頼を置いている、みんなにもな、警察全員に信頼は置いている。だけどそういう過去があった以上どこか一つ私にはこう踏み込めないというのか、なんていうのか、そういう気持ちはあるんだよな。あーあー、なるほど。今まで何人の内通者をこの手で葬ってきたと思う？ 4,5 人。両手では数えられないな。うわー、10人以上や。 CTU っていうのはセキュリティがどうかなってんだ。内通者が簡単に入り込む、いやテロリストがさらに1枚上手なのかもしれないな。ああ、通者の方が多いまである。まあだから長介の件あっただろ昔。あった。ああ、あの件は昔思い出した。でも彼は最後、彼の行動の理念を知れた。書院のために金策をしてたという、その行動理念。ボーナスのためらしいな。そうだ。まあだから俺の歩んできたそのテロリストの心情やイデオロギーによるものではないと分かって一つ安心したところだけど、まあそのような過去があるわけだ。なるほど。だからまあもうホームズの恋愛でこのようなことになるとは思えないけどもな。ああ、話せるうちに話して。やばいな、浮気したらそっか、村子ちゃんがマナイちゃんを殺す。いや、それ違う違う、ちょっと飛躍しすぎなのに。そうはならないとは思うぞ。そうはならないとは思うけど、このように私のように後悔してもしきれない思いを一生背負って生きていくことになるぞ。そっか、分かった。うん、え、あ、そっか、聞きたいこと。え、このあのじゃあ離婚だってなった時に勘弁してよって言った？私か？違う、お互いで決めての離婚調停だった。いいぞ、まあいいぞと言ったわけではないが、まあそのようになった。まあ複雑だったんだ我々の関係は。娘もちょうど思春期だったしな。うん、なるほど。そこで娘がまだ守らなきゃいけない年だったりとか、まあなんだ、小さい幼い年齢だったら我々も行動が変わってたかもしれないが、思春期の娘だ、自分で考えて行動はできるだろう。なるほどね、うん、思春期だから。あと妻と娘の関係も良くはなかった。どうなの？そうだ、まあいろいろあったんだ。でもそれはすごく後悔している。何が後悔するって、死なせてしまったことだ。まず浮気だろ。そっちもね。どっちもね。もちろんだ。どっちもね。はいはいはい。もちろんどっちもだ。まあその CTU の別の職員と関係を持ったことももちろんだが、やはりな、亡くなってしまってはもう弁明も何もできんだろう。あ、そうだよね。いや確かにそれはそうだな、うん、本当に消えてしまったってことだもんな。あ、そうだ、この業を一生背負っていける。やばいな、それは確かに。いや俺も言われたよ、まなみちゃんに。次やったら私はあの別れるとかじゃなくて、なんだっけ、お前の前から姿を消すって言われた。だからだ。まあお前も彼女のことを大事にしてやるのは当たり前として、話せるうちに話しておけ。分かった。